株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。オリックスのランヘル・ラベロ内野手29が23日京セラドームでの全体練習に参加し、実戦形式の打撃で2安打を放った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。優勝に貢献できるようにしていきたいと意気込んだ助っ人。これはデモ音声です。今季最終戦の25日楽天戦での活躍とともに CS での秘密兵器として期待が高まった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。能見からはセンターオーバーの打球を放ち、竹安の変化球をさばいて謝前打と高打も見せた。これはデモ音声です。7月に加入し、8月22日のウエスタン中日戦で支給を受けて左手首を骨折。これはデモ音声です。21日西武戦でようやく来日初出場を果たし、初安打を放った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。この日も快音を響かせ、戻ってこられてよかった。これはデモ音声です。感じはいいですと状態の良さを強調した。株式会社 AI によるデモ音声です。ロッテの優勝マジックは4。株式会社 AI によるデモ音声です。負けられない今季最終戦からスケットのバットに期待がかかる。